どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル空城城太郎編究極、こちらのフロア4ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。では、アベリティ見ていきましょう。まずはリーダー、世界利用ですね、血管心の結界折れたった4コンボ連続死弾となるんですね。続いてメインアタッカーのジョセリサですね、ラックとブラックの剣、ファイヤーボム、リングブーストを入れています。そして限定ですね、 ATK& 移動距離ブーストですね。続いてシーザーで、砂の景色を入れています。機械には、降臨シーザーですね。嘘をつくな、連続一つ、痛みの5連撃を入れております。助っ人は、グライディングですね。では参ります。もうね、ちょっと大きいな、これは。いやー、ちょっとおかしかったですね。では行きましょうか。あー、ちょっと弾がね、全くはあるんですが、なるべくね、最初はできるだけダメージを与えておくというのが肝要です。さあ、全員がカウントリミットを発動されど関係なし進みます。破壊さえ倒せればいい、破壊さえ倒せれば今のところはいいんです、いいんです。さあ、そろそろ行きましょうか。さあ、ロギネスを倒し、パパウダギは守られている。パパウがなぜか守られている、こんなに守られているとは。さあ、リサリサ先生を倒す。リサリサ先生は倒して、あとシーザーとパパウですね。さあ、シーザー倒れる。パパウはどうなるか、そろそろ危ないぞ。ギリギリ倒せました。本当ギリギリでした。ちょっと余裕ありましたね。これはギリギリですね。はい、アイテムがどれだけね、うわ、少ない、回復瓶が少ないです。さあ、それではもしかしたらやり直すかもしれないですね。では発動いきなりして、オッケー。さあ、続いても CS を使っていきましょうか。あとは走るだけです。リサだけです。
これはどうしたものか、カウントリミットはないんですね。カウントリミットはないので丁寧に倒していきたい、いきますね。とりあえずはね、さあ世界デュオ、あなたもちょっとしか走れなかった。それでは2ターンは大丈夫なので、抜けましょう。ベース無事倒しました。糸5ゲージにして終わります。さあ第3ラウンドです。さあ最終ラウンドはね、もう満を持していけます。ではもうここではシーザーかけません。かけなくても倒せるのが分かりきっているので、やりまって、はい失礼しました。4色の間隔で、待っておりました。短いんですよね本当に。もうここら辺でいっちゃいましょう。本当にね、感覚っていうのを間違えるととんでもないことになります。さあどれだけ削れたか、あ半分以上は削れてますね。さあこれで、もう間違えないようにいきましょう。倒しきれるのはね、分かってるので、はい、倒しました。ちょっとした貧乏症がね、やり直してしまうというのがあります。はい、適当なところで終わりましょう。さあ問題なのが、ディオですね、5ヒット以上いかなかったら味方全体ダメージなので、キラに向かって走りたいんですが、どうなる、これは本当にどうにかしてほしいですね。アイテムの上に乗ってますからね。まあシーザーちょっと打ってみましょう。選択できるのかな。受け取ってくれ。おおおお、これはすごい。さあさあどうだ、ファイヤーボム。さあそして親父が残った。親父もこれで倒せましたね。いいでしょう。いや本当なんか、でも新しいのが分かりましたね、即死でも蘇生かかってれば大丈夫だというのが分かりました。ギリギリです、ギリギリでした。さあ行きましょう。ヒットは行けましたね。もうここはバフも乗っちゃってるんです。どんどん行っていきましょう。はい、なんとかクリアすることができました。はい、
当に攻略する気がなかったようなと思う、構成なんですけどかなり苦労していました。やはり私おはじきがあまり上手じゃないようです。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。今度はね最終フロア頑張りたいと思います。ではラサバタ。